はい、皆さんこんにちは。フォールのマイノリティラジオへようこそ。ということでね、今日もラジオ撮っていこうかなって思ってるんですけど、すいません、ちょっと今日ね喉が痛いのと、なんかねオーディオインターフェースのね調子が悪いのか、結構ねノイズが乗っちゃってるんですけど、全然ね直し方がわからないので一応撮っていきたいなと思ってます。はい、そう、何の内容話そうかなと思って、あの3月末ぐらいからさ、あのみんなね外出自粛とか始まったり、仕事お休みになったりとかして、そう、僕はね3月の末ぐらいから今までずっと在宅勤務というものをしてきました。テレワークですね。もう1ヶ月ぐらいやっていて、まああのいろいろね仕事をその中でもやっていくわけなんですけど、その中ですごいいいなと思った点とか、ここ不便だなと思った点、結構いろいろあるんで、なんか自分なりにまとめて話していこうかなって思っています。はい、まあ早速ね話していくんだけど、まああのメリットとしては一番いいなって思ったのは、まああのやっぱりなんだろう、時間がさ、移動時間がなくなるってとこが最大のメリットかなって思います。そう、例えば朝起きてすぐね、例えば僕はまあ近いとこに住んでるんですけど、まあそれでも少し歩いたりとか時間はかかるわけなんですけど、自分の部屋から起きてすぐにねあの仕事を始められるっていうのがすごいいい点なのではないかなと思います。あのということは、あのギリギリまで寝ていてもいいし、まあ、あの遅く起きるってことは、あのいつもよりね少し夜更かしができるということは、仕事がね終わってからの時間がねあの長くなるんで、その24時間の使い方がね今までよりはなんだろう、フリーな時間が増えるんじゃないかなって思っています。まああと、もう一ついいなと思うのは、なんだろうな、周りの目をね気にせずにあの仕事を進められるし、仕事を終えられるってとこですかね。どちらかというと、なんだろう、やっぱりまだね日本っていうのは、日本人ってそのものなんか周りに合わせるっていう文化があると思うんで、なんだろう、自分の仕事が終わったからってはい帰りますっていうのって、あのもちろんね全然悪いことじゃないんだけど、やっぱり困ってる人助けようみたいな文化あると思うんですよ。でそれが例えばね自分が用事がある日とかでも、なんかちょっと上がりづらいというか、悪くはないけどちょっと上がりづらいなみたいな日ってあるかなって思います。そういうのがね在宅だと何もないというか、自分の仕事が終わってメールしっかり読んで、よし大丈夫そうだなと思ったらパッともうパソコンを閉じるというね、これはねなんか僕みたいにその周りにね少しね気を使ってしまうような人間からすると結構いいなというか、結構心にね余裕が持てます。余裕が持てるというか、あまりね気を使わなくていいというか、そう、楽だなってすごい思うんですよね。これはちょっとみんなどう思ってるのかわからないけど、僕はねこれも結構ねいい点だなって、いい点というか個人的には嬉しいなって思います。まああのメリットはいろいろあるけど、やっぱりでもデメリットもまあ多少なりともあって、やっぱりこうテレワークとかだとね、結局なかなかその会議とかやっぱり難しいなって思います。やっぱこう対面で話すよりは人の表情とか見えないし、その人がそのやっぱり人間って言葉以外にもこう対面していると本当のどう思ってるかとかって結構わかること多いなと思うんですけど、やっぱりねテレワークで例えば声だけとかで会議した場合とか、結構ね本心はどうなんだろうって思ったりするし、やっぱりねしっかり話し、なんだろう、会って話すってことにね重要性をね感じるシーンもね今あるかな。まあ僕の会社自体がね、あの会議とかだと全員のさホワイトボードみたいのをね写すっていうのもしているんですけど、まあちょっとねまだまだ、まあ、ネット環境とかいろいろあるのかもしれないけど、そのリアル生には追いついてないかなといった状況です。まああと個人的にはあの
最近ね、その僕はずっとこれまで WiMAX っていうポケット Wi-Fi で、自宅ではネットをね整えていたんですけど、仕事で使うとなるとやっぱり容量もいっぱい使うし、今こうやって YouTube にね動画上げたりするんで、そう結構ねネット環境の強さみたいのも会社じゃないと個人個人がしっかりしたものにねしておかないとダメなのかなっていうのがありました。そう僕もなので、ね、光回線ってやつに今週のね土曜日だから明後日にね工事に来て、それからね光回線になりますよ。そうなんかね YouTube でライブとかやれたらいいかなとは今後はね思ってますけど、まあ、そういう風にねネットの環境をしっかり整える必要はね必須になってきて、まあ今まで以上にね出費がかさんでしまうというのはあるんですけど、まあそれはねなんか今時ね多分ネットをつなげてないっていう一人暮らしなのにポケット Wi-Fi でやりくりしてるって人もしかしたら僕ぐらいなのかもしれないんで、これは結構自己責任なのかなと思うんですけど、まあ個人的にはねそういう点もなんかそのしっかりしなきゃいけないんだっていう風なね印象をね受けました。まあそう1ヶ月やってね、でも仕事はね普通にね正直なところ全体を見ても進んでいるんですよ。やっぱそう考えると例えばこのコロナのこの外出自粛が終わって出勤が可能になったとしても、なんだろう週5回も会社に行く必要ってないんじゃないかなって正直思うようになってきて、そう仕事って今基本パソコンだし、まあ業種にもねすごいよる、営業さんとかさ接客対応とかだったらもちろんね会社に行かなければいけないってことは多いと思うんですけど、あくまで自分のね仕事の話なんですけど、基本は自分のパソコンで作業して、会議とかレビューとかね打ち合わせいろいろやっていくわけなんですけど、なんか正直ね会社に行くのってその打ち合わせの時だけでいいかななんて思うようにねなってきてます。まあなのでねコロナ明けでもこう在宅してもいいっていう風にねこう世の中がなっていくんじゃないかなというか、在宅ワークって割といいじゃんっていうのが結構ねこれを機にね広まっていくんじゃないかなと思います。で会社にね週1回とか2回でその日にね打ち合わせをたくさん入れちゃえば、あとはね家で作業するだけってなればね僕はすごいいいなって思うし、それだったら別に会社のそばに住まなくてもいいやって正直ね思うようになりますよ。そう今やっぱり週5回2月とかは会社に行ってたから朝起きるのとかゆっくりしたいし、東京なのに少し家賃の高いとこで暮らしてるわけですけど、ね、それがね週 1,2 回とかだったら、まあ片道1時間1時間半ぐらいだったら別にねいいかなと思って、それよりもね家賃が3万円4万円安いとかそうなってくると、そっちもねちょっとありかなと思うようになりますよね。そうなっていけば、なんか東京だけが東京に住まなきゃいけないという理由もなくなって、個人的にはいいなって、正直あんまりね東京に住んでていいなって思ったことってないんで、僕は地元の神奈川県にいつでも戻りたいなって思ってます。まあといった感じでね、今日はなんか自分の仕事に置き換えてのテレワークに関していろいろ話していったんですけど、なんかみんなの状況とか結構、まあ、ネットで見たりするけど実際はどうなのかとか、例えば僕の友人だともう4月5月は丸々もうお休みで、お給料が一切ね出ないという友人もいたりとか結構あったりして、そうやっぱりねなんかこういうの改めて考えると、サラリーマンだけやっているっていうのも結構安泰ではないのかななんて最近は少し思ってますけど、まあかといってね何を始めようとかそういう風にね焦っているわけでもないんです正直ね。
まあなるようになるでしょうっていうのがね、僕の中のモットーでもあるんで、まあなのでね、ぜひコメント欄でさ、自分の状況とか、職種こんなんでこういう方法が、こういうとこが辛いですみたいのね、いろいろみんなで共有していけたら、ツイッターとかでこう喧嘩みたいにもならないと思うし、しっかりねリアルを知るとか教え合うことでさ、やっぱ助け合っていこうよっていうのをね、このラジオから発信したいなって思いますんで、ぜひコメント欄にいろいろ今の状況をね教えてほしいなって思います。といった感じで、今日短いんですけど、すいません、ちょっとね喉が痛くて話すのがねしんどくなってます。はい、という感じで、すいませんが今日はありがとうございました。また明日からよろしくお願いします。といった感じで、おやすみなさい。